10になってたけど汚いな。ごめんね、うん、姉さん置いていいですかこれ。あ、置いていいっす。姉さんどうするんですか。いや、別に何も決めてないよ。これ俺のプレゼント。そうだよ。やった、失礼しまーす、うん、いいゴミ踏んで。あ、いっぱいあるわ。いっぱい買ってくれてる。久しぶり。久しぶり。ステッカーあげようか、ね、お前もらったけどね、新しいやつね。ありがとう。なんかどうしよう、どうしよう。ありがとう。あ、どうぞ。俺もせっかくあげる、うん、あ、これあんじゃん。ちょ、つけてみ大丈夫。ん、頭につけれる。ここ座ったら頭蓋骨入ってないんだもん。怖いんだけど。いや、座って。触れないよ、怖くて。ちょっとこうやってやって。あんま押しちゃダメだよ。怖い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 。なんかここ優しくして。頭蓋骨入ってないの？そう、もう一回入れんの。あ、ちょっと。友達乗りダメ？え？ちょっと配信の先輩乗りの方がいいですか？あ、一応先輩なんでね、はい、配信者の。え、誰？違う、これあげる。いいや、これね、プレミアゼロニャンステッカー。おお、これ貴重だよ。ゼロニャン、ゼロワンとゼロニャンだから。あ、なかなかないよこれ。あげる。はいはいはい、ありがとう。オリゴと今10代目募集してるんで、ゼロニャン10代目募集してます。おっぱいで。姉さんどうします。いや、だから予定ないんだって。私も別にさ、ここでバイバイされてもパチンコ行って友達ん家とか行ったっていいしさ。疲れてでしょ。それはちょっとね、うん、あれじゃない。お腹すいた。いや、まあ、なるよ。なんじゃん、別に。んなるよ、なるじゃん、人生。ここ来ればさ。 お腹すいた。じゃあ、もうすいてないよ。すいてない、うん、何しよっか。なんかしたいことある。じゃあ品がない。分かった、ちょっと品があるようにするよ。品ない。いや、そんなことないよ、うん、品があるよ。おっぱいが大きいわ、うん、しょうがないか。なんかしたいことある。ないんだけど、別に。だってカラオケもほとんど調べたらやってないんですよ。カラオケやってないの。やってないんだよ。あちゃあ、じゃあご飯ぐらいしかね。お腹、宿題、まあ、ごめんな、バラしちゃった。うん、宿題普通になんかで遊ぶ、うん、いいよ、なんかゼロワン好きな。配信終わってもいいよ、俺は、うん、配信終わったら絶対あの DM 来んだけど。え、やんなかったんで。じゃあ、うん、来んだけど、ツイッターもアカウントないの。え、嫌がらせ DM 来んだけど。嫌がらせ DM 誰が送ってるの。知らん。嫌がらせしないで、アキネに。なんかゼロワン配信してないからうちにいたと思ったみたいで。てか、これ会って何回目。2回目。前はいつ会ったの。ほら、名古屋車取りに行った時。ああ、大宮。なんか俺たちできてるみたいなね、噂が変に立ってるけど。一応マネージャーでしょ、うちの。そうでしょ。だからそういうことしちゃダメだって。そういうことをしないよ、俺ね。違う、それをしないでほしいとか。それをしない。なんでゼロワンを押すのとかすごい言われる。来る、応援してるのがダメなの。ダメだって。これタバコ吸っていいからね。いいよ、吸って。タバコ吸いな、うんうん、ダメだとか来る。喉乾いた。うん、なんか買ったろうか、飲み物。お茶飲むか。うん、なんかあって、マック探すか。マック行く。うん、
いや、いいよ、私はそのまま放置されても友達見つけ出せるから。そんな寂しいこと言わないでよ、久しぶりに会ったのになあ。まず行こうか、じゃあ、うん、なんか、おごってくださいね。いいよ、ね、見てほしいんだけどね、ゼロ個グッズとか。ああ、じゃあそこでちょっとみんな見てもらおうか、うん、でさ、マック行こうか、じゃあ、うんうん、でさ、似てるって言われるのよ、あの今のウィッグだと私、顔が長いから。もうリスナーさん、誰似てるの？ゼロ個。あ、ゼロ個、似てるかもしれない。だから、ウィッグ買ったのよ。こっち見てみ。お、ゼロ個、ゼロ子ちゃんのが可愛いけどな。いや、そんなことない。綺麗だよ。うん。綺麗綺麗。似てるって言われるの。だから嫌だからさ、ウィッグ買ったんだよ。だってね、ゼロ子に確かに似てるかもしれない。大丈夫？メンタル。え、何よ、見てなんの？私だってこのタヌキってゴミにしか見えてないから。通常枠にしようか。いや、全然いいです。大丈夫？うん、喧嘩弱いって。これ入ってないんだっつってんじゃん。うわ、すごい。なんか縫い目がすごいでしょ。28割ここまで。これ見せれるの？うん。頭のとこは何が？全然すごい。ここは全部。うわ、本当だ。だからやめたの、一時配信。かわいそう、へこんでる。まだ骨入ってないの。コロナ終わったら入れる。骨入れるの、うん、どうしたん、事故？30の時にくも膜下出血して、その時産んで14年。ああ、私何歳だっけ。あ、今44だから。44歳。その間に頭3回やってんだよね。そう。で、2年前に脳出血して移植手術したから言わない状態。だから私は売名してないよって言ってるじゃん。だから配信だけ応援してたいんだよって言ってるでしょ。なん、昨日やんないからさ、めっちゃ私に来るで。昨日俺やったでしょ。うなぎかな。ラーメン食ってあれでもう寝たんだよ。うん、うん、まあ私ん家いるって勘違いしたんじゃない、アンチが。だって静岡にいたんだよ。うん、知らないわけ。44には見えないね、うん、35とかに見えるよ。本当？うん、でもうちの姉ちゃん長女24歳。24歳なの、うん、そう、子供の方が近いわ、年がね。お母さんより子供の方が年が近い。そう、うん、24、次女20歳。次女が20歳。うん、娘さん紹介してもらおうかな。嫌だね。ん、嫌だね。嫌なの？娘紹介してくれない？ダメ？嫌だね。大事にするよ。お母さんになっちゃうよ。お母さんに、お母さんって呼ぶようになっちゃう。ゼロワン34でしょ。10しか変わんない。10って大した。いや、まだ33だよ。私だってこの間まで付き合ってた人29だよ。29度付き合ってたの、うん、モテるね。モテるだけでも、私は長く29歳と付き合ってたんだ。長く付き合わない方がいいでしょ、ね、うん、やっぱ若い子の方がいい、うん、元気だから、うん、元気。年寄りってこうじゃない、ちょっと。あ、やっぱあそこが元気な方がいいですか。いいね。あ、全然違う、うん、6回ぐらいできる。6回もできするの、うん、6回は疲れちゃわない？大丈夫だね、私は。大丈夫、うん、どうなってんの。6回もできるか。なんか踏み切りがなってるよ、うん、いや、俺1日2回ぐらいが限界だわ。6回もしたことない。痛い。3-1っす。ちょっとうちのや転校して。ゼロワン、なんだっけ、ゼロリス転校。手やらなきゃ、手を。あ、これ10になってない？
テロリス転向。じゃあマックおごってあげるから、うん、好きなだけ食べな。うん、OK、うん、だいぶ空いてるね。うん、もうさ、2倍しかディスできないね。なんか聞かないんだよ。踏切すごいこれ、行けない。もうすぐ行けないの。もうすぐ行く。こっちなんだ。すごい電車通るんだけど、うん、みんな優しくしてあげて。ゴミが書いてるぐらいにしかない。もう終わっちゃうよ。傷つき慣れちゃってさ、ネットであんまなんか思わないんだよね、タヌキで書いてるやつ。本当？私さ、家の前にしょんべんされるんだよ。家特定されてるの？そうそうそう、巻かれてる。ケツの穴以外全部ネットに浮上しちゃってる。政治が羨ましいって。ん？政治が羨ましいってあんま傷つかないんだよね。あ、やばいかも、俺こうやって来たら。ん？こうやって来たらやばいかも。政治さんだっけ、政治くん同じくらいでしょ。あ、最近ツイッター見てるんですよ。あ、そうなんだ、うん、彼女できたからね。ね、綺麗な彼女だったね。あ、ツイッター載せてるんだ。ツイッター載ってたよ。ちょっとこれもうダメかもしれん。まっすぐ行くわ、うん、気をつけてね。うん、大丈夫。 OK、 うん、ダメだこれ。こっち行きたいんだよ、これ踏切見てると。うん、そのさ、車たまには掃除しようよ。掃除してくれる？いやー、いいよ。あ、いい？あれで、でしょ？ん？車に突っ込めばいいだけじゃん。中はちょっと捨てようよ。俺はね、できないんだよ。できないんだよね。うん、わかる。わかる？どう？器。うん？器どう？舐め？いや、あの、こういうマイペースにやる。うん、まったり。そうない。うん。イベント、なんだこれ。イベントさ、こう終わるとさ、うん、ちょっと力抜けるでしょ？そういう彼女とかそういう目線で見てないんでしょ、俺のこと。全く見てないな。うん、だって別にめんどくささ。息子も違うでしょ。ん？息子でもない？弟みたい。弟じゃない、だって弟みたいに思ってんだって。あ、爪切ってないわ。めちゃくちゃ伸びてる。うん、それ手回したらダメなやつじゃん。ずっと切ってないって感じだけど。だってもう最初に会った時に食ってるっしょ、やるなら。誰を？いや、ゼロは最初に会った時に。うん、そうそう。いや、俺もうリスナーさんにそういうことしない。ね、真面目じゃん、案外。うん、あ、言っちゃダメ。いや、そういう時期あったけど、うん、よくないでしょ、そういうことしたら。うん、体の関係持っちゃったら。そうね、だからね、トラベルからね。うん、なんてリスナー、私50人ぐらいしか食ってないけど。50人も食べたの？100件200件ストーカー当たり前だよ。で、こう別れた時に晒すでしょ。ガチ恋になっちゃうの、垣根でやったら。それなんだ、大丈夫。そんな惚れられちゃうんだ。だからもうそれだったらもう特に手出すでしょ。50人も食べたんだって。キャスで、キャスの時。食いしん坊だね配信なんか、なんで養分だな、私のこと嫌ってんの。絡んだことないんだけど。まあいいけどさ、別に。あ、シュリポンのね、元カノでしょ。いや違うの、別に会ってすぐ捕まったんだよ、殴って。知ってるでしょ。よかった、50人。みんなお年下？年下だね。一番若い人で何歳？あ、ダメだわ。あ、中って言った。中学生。中って言った。一番若いの19かな。隠行してない？隠行してない。未成年隠行してないよ。18歳未満は大丈夫。いや16はあったけど、それはでももうネットじゃない前だから問題ないでしょ。
16歳か、うん、じゃあ知らないに途中知ったんだよ。なんでいつも原付きで来んのかなと思ったから。ショタコンだね、ショタコン。お前なんでいつも原付きで来んのっつったら、俺免許取れないのに車のっつって、お前何歳っつったら16っつったから、うわ無理っつって、無理っつってやってないってこと。帰れっつってやったよ、20回ぐらい。帰れっつってやったでどういうこと。じゃあ やった後に、20回やった後に、うん、連続で20回ってこと。いや1日フリータイム半分の。フリータイム20回、頑張ったなあいつな、16でな、偉いな。ていうか何の話。こっちのセリフだよ。すげえな。